タイ料理。タイ料理、アーハーンタイは、東南アジアのタイの料理である。中国やカンボジア、マレーシア、ラオス、ミャンマーなどの周辺諸国の料理の影響を受けており、香辛料、香味野菜やハーブを多用し、辛味、酸味、甘味などを多彩に組み合わせた味付けに特徴がある。主食は、米で、インディカ種の一種である、タイ米が広く食べられている。 北部や北東部では、潮流種のもち米も常食される。このため、献立には米に合うおかず、ガップ、カオ、イコール、ベートを、食べるも、が、複数用意される。中部タイの基本的な食事では、白米に、スープ、野菜炒め、肉料理など、数品のおかずが添えられるのが、一般的である。これに対し、麺類は、軽食という位置づけがなされる。肉類は、 豚肉と鶏肉が中心であり、牛肉の消費量は少ない。アヒル肉や水牛肉も食べられる。魚は海岸部以外では、ティラピアや生ズ類などのカワウオが中心で、主に揚げ物、焼き物、スープに使用される。エビ、カワエビ、カニ、イカ、ニマ以外もよく用いられる食材である。野菜では、ナス、ヨ菜、空心菜、カボチャ、カイラン、ツルレーシ、 金菜、オランダガラシ、エシャロットなどが頻繁に使われ、ピーナッツ、カシューナッツもよく添えられる。ねじれふさ豆の木の豆、四角豆、十六ささげも食べられる。果物の種類は非常に豊富で、スイカ、バナナ、ドリアン、マンゴスチン、みかん、パイナップル、ランブータン、パパイヤ、ブンタン、リュウガン、マンゴー、レイシ、パラミツ、レンブ、グアバなど様々である。 これらは生のままで食べるだけでなく、ジュースにして飲むことも多い。また、熟す前の青いパパイアやパラミツは野菜として扱われ、前者はソムタム、後者はタムカヌーンというサラダやゲーンノグとして利用される。ベトナム料理やカンボジア料理などと同様に、味付けの基本は魚醤である。タイの魚醤はナンプラーと呼ばれ、アンチョビなどの魚を塩漬けし、発酵によって、 魚のタンパク質から生じるアミ酸を豊富に含む醤油に似た液状の調味料である。プラーラーは魚肉の固形分を含む不透明の魚醤でイーサーンではソムタムの味付けなどに用いられる。ナンプラーほどではないがカピと呼ばれるインドネシアのトラシに似た固形のシュリンプペースト、シャージャンも用いられる。また、プリッキーヌー。 と呼ばれる小粒の唐辛子が頻繁に使用される。タイ料理に辛い料理が多いのは、このためである。減塩、いわゆるタイカレーを含む汁物にはしばしばココナッツミルが用いられ、料理にコクを与えている。パクチーやレモングラス、紙目棒うなどの香草や、コブミカンの葉、ニンニク、エジャロット、ウコン、バンウコン、イヤ、の根茎、コリアンダーの根などをすりつぶしたペースト、 クルーンゲーンをゲーニア炒め物の味付けに用いる。炒め物にはライムが添えられることが多く、各自で絞って好みの酸味をつける。中華料理の調味料は炒め物や麺料理などに用いられる。醤油は用途によって CU ダム、濃口醤油と CU カーを淡口醤油を使い分ける。大豆を発酵させた草ですね薄黄色のタオ茶をやオイスターソース。 も用いられる大料理では、一つの料理に、辛味、酸味、甘味などが混ざり合い、複雑な味覚を醸し出している状態が美味とされている。このため食堂には、砂糖、ナームターン、ナンプラー、唐辛子の酢漬け、プリナームソム、粉唐辛子、プリックポンを入れた容器のセット、クルアンプルンが必ず置かれ、各人が供された料理を、 好みの味付けに整えてから食べるのが普通である。イーサーン屋台タイ北部はもともと、タイ中部とは異なる文化圏に属するため、もち米を主食としたり、昆虫食の伝統があり、異なる食材を用いるなど、料理にも特色が多く、ラオス料理との共通点が多い。北部では、ビルマ料理の影響も見られる。ここの栽培には適さない気候のため、伝統料理には、 ココナッツミルクをあまり使用しない。台北部やイーサーンで、刑事や仏事の際に供される格式の高い料理を、関東区料理という。古くから、アラブ人やペルシア人商人が寄港した南部には、マレー料理及び間接的に、アラブ料理やペルシア料理の影響を受けたゲーム、マッサマン、ムスリム風カレーや、ビリアニの一種とされる、オ,オモくなど、独特の料理がある。 最南部に多いムスリムは、他の地域のムスリム同様に豚肉を近畿とし、ギーやヨーグルトを料理に用いる。近代に入ってから、華境の大規模な移住により、中国、中でも多くの大華境の出身地であった関東省、長州の文化がタイに流入した。これに伴って、長州料理を中心とする、様々な中華料理がタイに導入され、 いくつかのものは現地化して、タイ料理の定番メニューになっている。例えば、ライスヌードルの一宿アイティオ、は、長州の、ジョーコエティオ、カオマンガイは、海南省の文章取り、文知愛恋がルーツであるが、外来の料理であるという意識は、すでに、タイ人にもほとんどないと思われる。また、朝食に中華街を食べる習慣も、タイの食生活に広く浸透しており、ジョーク。 広東語で、かゆと呼ばれる増水に似た、広東風のかゆを朝食に出す料理店や屋台が多い。先端や中華風の漬物を調味料として用いることも中華料理の影響である。ビルマ料理の影響は、台北部を中心に見られる。麺料理、カオソーイが代表的。この地方にも、ラペソのような食べ茶の習慣があったが、現在ではの葉で刻み生姜やココナッツ、 プリッキーヌーなどを包んで食べるミアンカムが食べちゃの習慣に変わっている。屋台料理のカノムブアンユアンはベトナム料理のバインセオが元になっている。さて、ロティ、ロティまたは、ロッチョン、チェンドルなどのマレー料理の軽食は主に屋台でよく見られる。タイ南部では米の代わりにロティをゲンと食べることがある。フォーインなどタイ中部の卵を用いるデザートは ポルトガル料理の影響が大きい。これは、ポルトガル人の血を引く、女性宮廷菓子職人、タオトーンキープマーの貢献によるものとされ。伝統的には食事は手を使って食べられていたが、今日では、フォークとスプーンを使用するのが一般的である。通常はフォークを左手に、スプーンを右手に持ち、フォークでスプーンの上に食品を乗せて食べる。 供された料理を食べやすい大きさに切るときもスプーンを用いる。食べ終わったら皿の上に揃えておくのが行儀が良いとされる。箸の使用は汁麺を食べる際や中華料理、日本料理のレストランで食事をする際に限られる。器を持ち上げて食事をするのはマナー違反とされる。主食がもち米の場合は今日においても手を使う。手で蒸したもち米を適量ちぎり取り、 手のひらで握ってちょうど握り寿司のご飯のような、円筒形の形状に整え、おかずにつけて食べる。この際、インドやイスラム世界とは異なり、右手だけで食べなければならない決まりはない。ただし古くは、バラモン文化の浸透した上流の階層において、タイでも左手は、不条の手として浸透している、と主張する人もあった。しかし、上流階級の住むタイ中部においては、食事の作法は、 フォークとスプーンに移行して手を用いることはなくなった。もち米を食べる習慣がある東北地方や北部地方においては現在においても左手も右手と同様に使用して食事を楽しんでいる。なお、ココナッツミルクを用いたゲームをタイカレーと呼ぶのは欧米や日本における通称であり、インド料理のカレーとは香辛料や風味が異なる。全く別の料理であり、タイ人は カレーとは呼ばないが、タイ国内の料理店の英語のメニューなどでも観光客にわかりやすいようにカレーと訳されている例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。